こんにちは、ひさきです。本日はですね、開幕直前ロッテソフトバンクの開幕オーダー、開幕ロッテ一軍等について予想しお話ししたいなと思います。はい、まあこれまでお話ししてきている通りですね、本当は1球団ごとに動画を作りたかったのですが、そうなると開幕のかなり前に予想せざるを得ない球団が出てきてしまいますので、今回は2球団ごとでお話ししたいなと思います。まあこの時点でもですね、まだオープン戦が終了したというわけではありませんので、今後変わる可能性はあるかなと思います。まずはロッテ先発、はい、種市選手、西野選手が手術の影響で登板は難しいとされる中、ローテ頭の石川選手も開幕に間に合わなそう。その中で育成の本前選手が支配下契約をつかみ、開幕ローテーションもまあほぼ固まっているかなと思います。岩下選手、小島選手がこの順番かどうかは分かりませんが、ホークスに対して相性の良い二木選手、美馬選手は確定だと思いますし、先日鈴木翔太選手もホークス相手に好投、3番手として固まっているかなと思います。小島選手、本前選手を2人使うとなると、左右左でこのようなローテになるかなと思います。終盤にかけて失点は目立ったものの、小島選手の QS 率は 50%、 岩下選手もイニングこそ課題で QS 率 31% ではありますが、7勝など裏日本で考えると十分で、本前選手もアピールしてきた内容や昨年ファームで見せた安定感など一軍でも見せてほしいところ。全体で右3枚左3枚とバランスも整ってきています。ロッテの先発は多少の失点があってもとにかく試合を作り、なんとか 5,6 イニング投げられるというのが武器。2020年もある程度中継ぎの負担を減らすこともできました。イニングイーター的な石川選手が不在なのが痛いんですが、十分戦っていけると思います。外国人選手で先発が一人いれば、ルーキーと本前選手が厳しかったり、誰かが怪我をした時に石川選手とともにローテーションで投げてくれそうではありますが、正直そこは不安でもあります。ただ開幕はある程度固まっていますし、若い力期待したいなと思います。そして中継ぎ、正直松永選手や山本選手、長野選手含めて左腕中継ぎが読めないところではありますが、勝ちパターン期待の4人に加え、今季は土井選手、河村選手といった若手、そしてルーキーが多く使われていて結果も出ています。まあ、特に河村選手に関しては素材型と思っていたんですが、まあ、ストレートに関しても思っていたより暴れませんし、球威もあります。フォークで空振りを取ることもできますし、前日は火消しというような形でも起用されました。また昨年終盤から猛アピールしていたフローレスも便利起用で一軍が想定されています。まあ、若手だと土井選手が一歩一軍に近づいてるかなと思いますし、まだ名前も知らないよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、一軍で知名度を上げていってほしいなと思います。田中選手、東條選手が現在多く登板していて、松永選手、長野選手、山本選手ら左腕を入れたいんですが、まあ、この人数や実際彼らがアピールと慣れていない部分もあって、正直寂しいところがあります。やはり左腕がいないこともあって、今季開幕から松永選手がいてほしいんですが、まあ、登板自体もそこまで多いわけではありませんので、昨年同様コンディションがどうか、また昨年ビハインドや接戦等で、まあ、数字以上の貢献をしてきた小野選手が今季さらにステップアップし、セットアップになれるか、沢村選手という戦力ダウンはあるものの、基本的に昨年プラス若手といえるシーズン、まあ、その中で小野選手筆頭にどんどん序列を上げていってほしいですし、まあ、昨年の小野選手のような活躍をいろんな選手がしていってほしいなと思っております。そして野手、まずはスタメン、はい、オープン戦で期待の藤原選手、安田選手がなかなか結果とはなっていない中、積極的に起用され4番としても結果を残している山口選手が目立ちます。このままおせおせで1軍でブレイクしてくれれば素晴らしいことですが、まあ、なかなかそう簡単にはいかないと思います。ただ昨年安田選手を4番で多く起用してきた井口監督でもあり、まだ1軍出場ゼロではありますが、大砲候補の山口選手を開幕4番なんてことも、まあ、あり得ると思いますし、先日のホームランもあり、まあ、十分近づいたかなと思います。まあ本当に我々の期待以上のものを出してくれるんじゃないかなと思っております。まあそもそもレアードが来日してはいるものの、怪我の内容次第で開幕に間に合わない可能性が高く、だからこそ山口選手がまずは使われるんじゃないかなと思います。基本的にはスタメンで中村選手、安田選手、荻野選手、井上選手らが優先的に使われるかなと思います。まあ、今のショートに関しては横一線だそうで、期待も込めて小川選手と予想したいんで、少し落ちてきたら早々と変わるんじゃないかなと思います。これまで課題のポジションで藤岡選手や中村選手ら代わりがいなかった中で、まあ、平沢選手、小川選手がアピールしていたり、まあ、菅野選手は昨年良さを見せていて、今季もある程度バックアップ的にも起用が可能、岡選手も今シーズン練習試合から良さを見せていて、まあ
いきなりスタメンでということは難しいかもしれませんが、バックアップとしては層が厚くなってきた部分があります。昨年チーム打率2割3分5厘はワースト、本塁打90はリーグ4位タイ、 OPS6 割8分5厘はリーグ5位で、レアードの離脱、さらに終盤のマーティンの離脱で長打力が課題、かつ主力依存が顕著で、安田選手、井上選手、藤岡選手、中村選手、田村選手らの疲労、そして失速しても変わりがおらず、まあ、コロナ離脱もあって戦力層というところが苦しく、どんどん攻撃力が低下してしまいました。さらに FA で獲得した期待の福田選手が苦しみ、怪我にも悩みます。昨年菅野選手が良さを見せ、バックアップかつ出塁率の高さなど武器もあり、おそらく開幕1軍は間違いないんですが、現在アピールできているかと言われると微妙。正直打線に関して全体的に物足りない中で、今季のオープン戦でもつながりを確信が目立ちます。だからこそ山口選手の長打力は一層目立ちますし、井口監督からの期待で外されることは考えづらいんですが、藤原選手や安田選手らが結果とはなっておらず、1割台の中で山口選手をどう使っていくかも注目したいところ、まあ、ただ藤原選手、安田選手、そして井上選手を同時に使うとなると、もう基本的に山口選手は DH となると思うんですよね。まあ、基本的にファーストを守っている選手ではありますので、まあ、DH でレアードを使えないとなる場合では山口選手が DH となるんじゃないかなと思います。登録メンバーとしてはこちらで予想します。はい、まあ、キャッチャーの佐藤選手というところも可能性はありますが、まあ、今シーズンは2軍で長期的に守備でも出場するんじゃないかなと思います。まあ、現状吉田選手がある程度打撃でアピールをしていたり、まあ、守備重視で田村選手を正捕手的に置いて、吉田選手がまあ打撃でもアピールしていますし、どこまで続くかは分かりませんが、まずは開幕1軍このようなラインナップかなと思います。その間に佐藤選手が2軍で経験をして、まあ、シーズン途中には正捕手争いになるような形に期待をしております。まあ、少し内野のユーティリティ的なところでは寂しい部分もありますが、まあ、最終は三木選手が攻守でアピールできるかどうか、まあ、現状鳥谷選手が1軍とはなっておらず、藤岡選手、中村選手のサブで平沢選手、小川選手と控えるんですが、レアードが開幕に間に合わないとなると基本は安田選手、そして社会人時代に経験もあり、すでに実戦でもあった藤岡選手が3塁という可能性、また平沢選手も3塁というオプションもあるかなと思っています。そして外野登録の山口選手は基本的にファーストで、菅野選手、岡選手もファーストとしていますので、まあ、井上選手の代役というかバックアップもいないことはありません。ユーティリティ自体は少ないんですが、サブ体制自体は整っているかなと思います。平沢選手が手術明けで出場もできていて、本塁打も放ちました。まあ、やはり1位2位で牧選手や本山選手というところに行かなかったのは、まあ、平沢選手に対しての期待もあるのかなと思います。昨年2軍でも大不振でサブにも慣れていなかった中、1軍戦力となれるかどうか、まあ、本当に勝負というか大事なシーズンだと思うんですよね。また藤岡選手も攻守ともに課題があったとはいえ、上位指名で1年目から早々に出場し、最低限チームの要であるショートを守ってきました。まあ、彼の代わりがいなかったのは問題なんですが、平沢選手が1軍ショートで守れる可能性が出てきたとし、さらに小川選手がアピールし始め、ショートで体制が整い始めてきました。まあ、ある程度壁としていてくれた藤岡選手依存から脱却できそうな予感がある2021年、まあ、そうなれるかどうかという意味でもかなり大事になってきます。まあ、すでに彼らが2塁でも出場があったように、ショート同様中村選手不振でもサブとしても整えられるかもしれません。外野の数は多いんですが、 FA で獲得した福田選手も1軍は正直かなり厳しく、ダイソーで和田選手を入れているんですが、明らかに外野手が多い。山口選手が実質ファーストとはいえ、正直少しかぶり気味な現状です。全体を通してこんなところかなと思っていて、正直本当に枠がありません。野手でかなり絞りましたし、投手特に中継ぎでかなり難しい悩みでした。期待をされながら結果を残せていない選手もいる現状、正直寂しさもあります。ただ入管課題のチームにいよいよサブが出てきたり、吉田選手が打撃好調だったり、岡選手がこの次戦でアピールしていたり、まあ、今まで主力依存、主力が離脱してしまった瞬間に一気に失速するというロッテの中で、ある程度バックアップ体制が整い始めてきましたし、まあ、2021年長期的にシーズン運用というところでもう一段階ステップアップ期待したいなと思っております。そしてソフトバンク、まずは先発千賀選手、東浜選手が開幕に間に合わないことが分かっており、基本的に表ローテーションは確定。さらに笠谷選手、武田翔太選手もほとんど確定していると思っていて、6番手が最後の争いになるのかなと思います。杉山選手が当初かなり期待をされていて、実際先発としての引き出しが増えてきたように感じることと、まあ、今後経験でどんどん上げていく段階かなと思っていましたが、チーム事情、モイネロが開幕からいないことなどを考え、彼がセットアッパー的に起用されるそうです。まあ、絶対的なストレートを持っていますし、まあ、支配的な部分もありますので、セットアッパーでも結果を残してくれるとは思いますが、まあ、もう少し先発でも見てみたかったなとは思っています。
2人の柱がいないことで先発不足感は投射比ではありますが、それでもこれだけのローテを組めるということは素晴らしいこと。日本選手がピンチを作りながら粘っていましたが、先日は失点もあり開幕ローテ争いで一歩後退。また開幕投手の石川選手が先日のヤクルト戦では苦しかったり、不安もあるにはあるんですが、笠谷選手、武田選手、高橋礼選手と固められ6番手で大竹選手も先日は3回無失点、次の登板次第にはなりますがほぼ固まっているかなと思います。レイ・マルティネスが来日できず日本柱は不在ではあるものの、他球団と比べて遜色なく2桁期待の投手が2人、ベテランではありますが安定感抜群、さらに期待の若手、そして復活期待の実績豊富な右腕、ファームで経験を積んだ南東派左腕、バリエーションも豊富、万全なら千賀選手、東浜選手、レイ・マルティネスも食い込んでくる争い、計算外が多い中でも十分すぎるかなと思います。そして中継ぎ、開幕に関してやや不安とするならここかなと思います。昨年9人登録したリリーフで今季も9人で想定します。さらに昨年同様、今季も開幕から千賀選手がいなかったり計算外が多く、今季も中継ぎは多く登録していくと思います。まず気になるのはモイネロの調整遅れで開幕は間に合わなそうで、8回の男が不在になるところ。昨年は高橋礼選手と香山選手らで7回までつなぎ、8回以降はモイネロ、森選手、ただ今季は9回森選手、8回以前は岩崎選手、香山選手や杉山選手、もしくは逆という形かなと思っています。津森選手や泉選手が当初仕上がりに苦しんでいた印象で、杉山選手も先発で予想していて、モイネロが間に合わないとなるとかなり不安、さらに岩崎選手も怪我の可能性はありましたが、岩崎選手も登板でき、だんだんリリーフの投手が上げてきたこと、特に泉選手もある程度コンディションを上げてきましたし、150キロを超えるようになってきました。杉山選手もリリーフに回りますし、再び再編、かつある程度メンバーも考えられるようになってきました。ビハインド的にも川原選手、奥村選手、津森選手、そして先日2打もありましたがアピールを続けている大関選手、また先日復帰登板を果たした高橋純平選手や、2軍でも昨年登板があまりなかった田浦選手、ここは最後まで競争になるかもしれませんし、大関選手も支配下をつかめるかどうかまだまだ分かりません。正直この動画撮影時点では複数登板している選手も多いわけではありませんので、ここは本当に希望的観測というか、あくまで予想という形になります。田中正義選手も登板開始し順調、甲斐野選手の復帰もあると思われるシーズン、さらにそろそろ C の選手も1軍で長期的に投げるのかなと思っていて、まず間違いなくモイネロもシーズン途中には合流すると思いますし、開幕当初はやや不安だったとしても強力であることは間違いないかなと思います。そして打撃陣、正直本当に悩ましい。ラシャルがまだ実戦、オープン戦では出場していないんですが、開幕には間に合うそうです。彼が間に合うと考えた中でグラシアルを4番で予想、もし間に合わないとなれば1つずつ上に打順を詰めるか、昨年の周東選手、中村選手、柳田選手、栗原選手といった打順でもいいとは思いますが、こうなると全員左になりますので、左投手相手にも難しさがあります。左投手相手にも結果を残してくれる選手たちが中村選手、柳田選手いるんですが、そういう打順運用だと首脳陣からすると不安にもなるんじゃないかなと考えております。正直今回考えたメンバーでも7、8、9は右になりますので若干偏りはあります。また栗原選手、ライト上林選手という可能性もありますが、現在の実戦、松田選手が最初サード出場していることを考え、また生え抜き2000本アンダーというところを目指してもらうためにも、やはり松田選手が主戦だと思うんですよね。なので今回の形で予想しました。開幕前この実戦では栗原選手の調子も絶好調というわけではなく、周東選手がなかなか上がってきません。ただ基本ブレイクしたこの2人は積極的に起用されると思いますし、上林選手との争いにはなってくると思いますが、1年間長期的なシーズンを考えるとかなり必要な戦力です。今宮選手はフルシーズン計算は難しいと思いますし、デスパイネ、クラシアルは国際大会で離脱の可能性もあります。さらに開幕前に期待をされていた若手が現時点で多く出場となれているわけではなく、昨年から大きなメンバー変動、若返りが進んでいるかと言われると微妙。松田選手や野村選手、三森選手や柳松選手、谷川選手や佐藤選手らが、一軍で出場することもありますが、ガンガンアピールとなれていないのは少し寂しさもあります。それでもこの状況で基本的に野手ではバレンティン以外で外国人選手も間に合いそうだったり、ほとんどフルメンバーで戦えそうで、今年もホークスは強力です。登録メンバーとしてはこんなところで、海野選手を1軍で使うかどうか、2軍でしっかり打席含めて経験させるのかどうかは不明ですが、基本は甲斐選手、第3保守的に栗原選手、彼は内外野複数ポジションが中心で、去年同様高谷選手と2人というのがメインのキャッチャーかなと思います。谷川選手もほぼ全ポジションを守れてキャッチャーも可能な選手ですが、あまりオープン戦で出場があるわけではなく、アピールができているかと言われると微妙。開幕1軍でサブとして帯同となるかもしれませんが、出場機会は多くはないかなと思っています。また内野のサブで基本は牧原選手、赤瀬選手、高田選手か、特に牧原選手、周東選手はセカンド、サード、ショートを守れて外野も可能、
川瀬選手のアピールが正直 1,2 軍ともに寂しく、開幕1軍というところでは難しいかなと思っています。さらに中村選手、栗原選手はファースト、そしてグラシアル、栗原選手は3塁も可能性としてはあります。まあ、昨年松田選手が不振の時に変わりはおらず、グラシアルも基本的にはレフト、ファームで期待の選手はいるものの、なかなか現状1軍でアピールとはなっておらず、栗原選手らが3塁として出る可能性もゼロではなく、まあ、昨年のそういう現状を見て栗原選手の3塁挑戦というところもあったかなと思います。まあ、ただこうやって複数ポジションを守れることで、バックアップとユーティリティもうまく使っていけるように感じますし、だからこそ谷川原選手に掴んでほしいんですが、基本的にはこのラインナップかなと思っております。全体を通してトータルで31人で考えてみました。正直中継ぎで川原選手、大関選手のところで田原選手が入る可能性もあったり、かなり不透明だと思います。先発に関して、そして中継ぎに関しても津森選手までのところは基本的に、まあ、ある程度固まっているんじゃないかなと思います。そして野手もスタメンと外国人選手に関してはほとんど決まっていそうで、長谷川選手や上林選手、真砂選手や牧原選手ら、まあ、スタメンかどうかは最終確定ではありませんが、ある程度バックアップとしてもほとんど決まっていそう。まあ、ただこのメンバーだと基本的にはこれまでとあまり変わらないスタート、まあ、ただ外国人選手が最初からいるという意味ではホークスにとって大きな戦力。まあ、今年こそ上林選手に期待をしていますし、主力が揃うスタートで強力ではありますが、まあ、若干若返りは今後のシーズンどうなるか少し不安でもあるかなと思います。まあ、開幕1軍等ではなく、後々若い選手たちが出てくると思いますので、若返りというところではそこに期待したいなと思っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。